皆さんこんにちは。先日はチャンネルご登録者様1000人をめでたく突破することができ、これもひとえにオイラのお姿を見に来てくれる方々のおかげということで、改めてお礼を申し上げるにゃん。本日は勝手な男への制裁因果応報ということで、仕事恋愛家庭を問わずお前さんにまつわる勝手だと思える男、イライラする男、うぜえ男にターゲットを絞って、そいつの今後の受けるべく制裁、いわば因果応報をタロットとルノルマンのヘキサグラムスプレッドにて占ってみたにゃん。動画の最後にはオイラの実写版おまけ猫動画もあるので見てくれると嬉しいにゃん。一応規約に反するといけにゃいので、使用するカードの紹介をサクッとしておくからにゃん。まずこちら A はマルセイユ版のキャットタロット、ライダー版読みをしていくからにゃ。タイのぬいぐるみ、トラになるにゃん。ちなみにこれはマクドナルドのハッピーセットだにゃん。 B はキャットタロット、怠け者。 C はストレイキャットタロット、キリンとなるにゃん。そしてお前さんのアドバイスはこちら駅線のカードを使って、実際に駅のサイコロを振って毛を出してあるにゃん。そしてルノルマンカードの方はこちらのオーバルルノルマンカード、気になるものを直感で選んで画面下の説明欄にあるタイムスタンプへぴょんと飛んでみてくれにゃん。準備はいいかにゃん。では行ってみよう。はい、ではこちら A のトラ、もしくはこちらマルセイユ版のキャットタロット、マルセイユ版だけれどもライダー版読みしていくからにゃー。ヘキサグラムスプレッドで、タロットとルノルマンで展開してあるにゃー。まずまあこれ、とにかく相手はずる賢い、うん、でもだからこそお天道様は見ているのか、思い通りにはうまくいかにゃいって感じなんだにゃー。まあ、分かりやすい例で例えると、ちょっと行き過ぎちゃうと今話題のまるで KK みたいな感じ。あとちょっと家庭問題っぽいにゃって思うんだけれども、まあ例で出すと遊び過ぎの旦那、仕事だと悪知恵の働く部下みたいな、そんな感じなんだにゃ。まあ1枚ずつ言ってみるにゃ。過去、相手の過去だにゃ、世界の逆位置と等、ルノルマンはトーが出てるんだにゃー。まあこれ、まあ俺の世界じゃねえよみたいな感じ。トーはまあ自分のルールみたいな感じなんだけれども、まあ、ありがたみのない男っていうか、まあ、現状に満足はしていなかった、そんな感じなんだにゃー。で現在なんだけれども、トーの聖地とお花が出ているんだにゃー。まあ、晴天の霹靂カードっていうんだけれども、これいい意味にも悪い意味にも取れるんで、もう一枚プラスで出したんだけれども、カップのエースの逆位置が出てるんだにゃー。まあ悪い意味でって感じだにゃ。まあ雷を落とされた、地雷踏んだみたいな、まあこの人が自分の思っている嬉しいこと、まあ、そんなようなことに関してなんか雷落とされた、奥さんから、上司からなんかわかんないんだけれども、どしかられたみたいな、そんな感じが伺えるんだにゃー。良くも悪くも状況がガラッと変わっちまったよみたいな、まあカップのエース逆位置は、まあ、喪失感っていうか、まあ心がなんていうんだ、枯渇しているそんな感じなんだね。で近未来はこの人、やったね、ソードの9の聖地とお家のカードが出てるんだにゃ。まあ、これお家出てるから家庭問題のことかにゃって、まあ単純に思ったんだけれども、この相手のこと、まあ、これ夜も眠れないカード、もう後悔ばっかり、悩んでばっかり、もうへこみまくりって感じなんだにゃ。まあ自業自得って感じなんだけれども、でお前さんは一方どうなのかっていうと、ペンタクルのキングと鍵が出てるんだにゃ。まあお前さんはまあこれ守りが固い人なのかにゃって思うんだにゃ。まあ真面目でコツコツタイプで、まあ家の金を握っているっていうか、まあしっかりしてる人、まあそんな感じなんだにゃ。まあ家じゃなくても
まあ、仕事でも結構上の方の立場の人なんじゃないかなと思うんだけれども、相手はペンタクルの2の逆位置とキツネが出てるんだにゃん。もうこれキツネ出てる時点でもう水面下でなんか考えてるずる賢いやつって感じがするんだにゃん。でペンタクルの2の逆は状況に対応できていない、心から楽しめないとか、現状に飽き飽きしている、遊びすぎ飲みすぎ足元をすくわれやすい、なんかそんなような感じなんだにゃ。まあ現状雷落とされたから、まあ、そんなような感じなのかにゃって思うんだにゃ。まあしっくりこない、バランスが取れていないんだにゃこの人。まあ過去からそんな感じが伺えるんだけれども、でこの人のまあここ対策で読むんだけど、相手に対策読んでもしょうがないから相手の欠点として読むと、強行の逆位置と紳士が出てるんだにゃ。もう紳士ってまあそのまま相手のことだから、まあこれ偽善者っぽいカードなんだにゃ。逆で出ると、もうずるい人っていうか、ずるい考え方する人、もうまさしく狐って感じなんだけれども、アンモラル、こんなような考え方を持ってる人、だから雷落とされちゃってわーって近未来に悩んじゃう、そんな感じなんだにゃ。で最終的にどうなるのかっていうと、ワンドの2の逆位置と子供のカードが出てるんだにゃ。まあ子供っぽい人だと思うにゃ。まあ新しくスタートするとかそういう意味もあるんだけれども、うまくいかない、ワンドの2の逆、一歩を踏み出せずに迷って行動できないとか、まあ予想外のトラブルに見舞われたりとか、まあ手にしたものを失うみたいな、なんかそんなような感じなんだにゃ。まあもう失ってるんだけれども、でお前さんには駅の方でアドバイスを出させていただいたんだけれども、出た毛はこちら、雷山昇華初行という毛なんだにゃ。まあ一言で言うと過信という意味があるんだけれども、山の上に雷があるという毛なんだにゃ。まあ雷山昇華の昇華っていう、まあ、漢字は見てわかる通り、少々過ぎるところがあるということなんだにゃ。まあ、つまり小さな物事だけではうまくいくという気で、うまくいくのは小さい物事に限るよっていうことなんだにゃ。あまり調子に乗りすぎないで大きな物事まで着手してしまうとうまくいかないので失敗してしまうよという運勢なんだにゃ。まあ、万事は控えめにするべき、大切なことをするのはしばらく待ってからにしましょうという気なんだけれども、まあこれ初行が出てるから、実力以上の高望みは良くないよっていうことをざっくりと言ってるんだにゃ。でまあ家庭関係、まあ、恋愛関係で見ているような人は、まあこれお互いの心がバラバラな状態で喧嘩になりやすいっていう時なんだにゃ。で別れてもいい相手ならそのままでもいいんだけれども、大切にしたい相手ならここはお前さんも我慢して一歩引いてみないとうまくいかないよっていうことを言ってるんだにゃ。でこちら裏の毛、アドバイスとして、まあ、裏の毛っていうのも初行のところをひっくり返すと出るんだけれども、雷火鳳という毛になるんだにゃ。まあこれだにゃ、まあ、特に仕事の面で見ているような人は内部に問題が隠れている気配があるので注意した方がいいよって言ってるんだにゃ。以上が A の方のリーディングだったにゃ。ではこちら B の怠け者もしくはキャットタロットを選ばれた方、ルノルマンとタロットでヘキサグラムスプレッドで展開してあるにゃ。駅の方はお前さんへのアドバイスとして出してあるにゃ。 B を選んだ人っていうのは、相手の勝手な男っていうのは夢見る夢をっていうか、まあ、かなりお前さんも我慢しているっていうか、まあ、同情すらしているっていうか、最終的にはその男を叱られるようなオチになっていくんだにゃ。まあ恋愛であったり家庭であったり仕事であったり、まあ全部読み取れそうな感じなので、まあちょっと見ていてくれにゃ。まずそいつのまあ現状だにゃ、気持ちの部分っていうかは、これカップの4の逆位置と無知が出てるんだにゃ。もう本当にまあ厳しい、現状が厳しい、この人にとってはまあ、不安の種みたいなものを手放したいし、現状を打開したいみたいな感じで思ってるんだにゃ。でお前さんの方はカップのクイーンと木が出ているんだけれども、
なんかお前さんはまあ根本的に愛情深くて優しい人だと思うんだにゃ。で、周囲との調和も図れる人で、まあ、人徳もあったりとかするんだけれども、切って忍耐とか我慢とかって示したりとかもするので、まあ、この男に 何かしらそういう忍耐を強いられている、まあお仕事であればこいつが部下だったりとか、わかんないんだけれども、そんなような感じが伺えるんだにゃ。で、過去はこれ悪魔の逆位置とレディ、まあ、これは相手主軸に出してあるんだけれども、まあ、相手、に対してこのレディっていうのはお前さんなのかお前さんじゃない誰かなのか分かんないんだけれども、まあそういう人の束縛とか腐れ縁とか、まあそういうものから断ち切った、このままではいけないと思って現状から脱したような感じなんだにゃ。まあ何かしらからの、まあ、逃れみたいなのが伺えるのにゃ。で、現在なんだけれども、ワンドの銃の政治と花が出てるんだにゃ。まあ夢見る夢をだから、まあ華やかな夢みたいな感じのものを思い描いてるんだにゃ。で、タロットの方は、まあ華やかに見えるんだけれども、これかなり心理的プレッシャーとか、社会的責任に押しつぶされそうなカードで、まあオーバーワークだったりとか仕事だと、まあ問題山積み、余裕もない、悪戦苦闘しているっていうような感じが伺えるんだにゃ。で、近未来なんだけれども、ワンドの8の逆位置と、トウルノルマンは出ているんだにゃ。まあ、トウって仕事とか会社とかを示すことが多いんだけれども、威厳的な、まあそういったものがこの人に乗っかってきているっていうか、まあ最終的にそういう威厳放つような人が出てくるんだけれども、まあそういった邪魔が入るっていうか、まあ、伸び悩んだりとか行き詰まっちゃったりとか、もうテンションだだ下がりっていう感じなんだね。で、最終的にこの人どうなるのかっていうと、これクマと皇帝の聖地が出たんだけれども、もう一枚ちょっとこの皇帝がどうもオイラは上司に見えるんだにゃ。まあ、クマも上司とかそういう人を表したりとかするんだけれども、まあ、そういった人にガツンと怒られるっていうことが、もう一枚引いたら塔の逆位置が出てきたんで、なんか叱られるっていうか雷落とされるんじゃねえのかなとかって思ったにゃ。まあ夢ばっかり見ててちょっと現実性がねえっていうような感じだからにゃ。で、この人の、まあ、欠点、まあ、対策って本当は読むんだけれども、欠点として、まあ、読むと、これカップのページの聖地と指輪が出てるんだにゃ。もうこれもうカップのページ出た時点でもう現実離れして時点でもう現実離れしているっていうか痛い人なんだね。で、指輪って、まあ、結婚とか契約とかも示すんだけれども、まあ恋愛系で見ている人はそれに結びつけて結婚とかに夢見ている男でも現実は厳しい、っていう感じだにゃ。まあ、経験みたいな感じなんだけれども、で、まあ、仕事で見ているような人はまあこれ循環するとか繰り返すっていう意味もあるんで、なんかそういう夢ばっかり見ているような自分っていうのが繰り返されちゃう、まあ、循環しちゃうっていうような感じなんだにゃ。なかなか現実に向き合えない人なんじゃないのかにゃって感じなんだにゃ。まあ、どういう風にでも読めるんだにゃこの人。なんかおいら最近こういうやつやるともう全部経験に見えてくるんだにゃ。そしてこちら駅の方からはお前さんにアドバイス、水山拳の参考が出たんだにゃ。水山拳っていうのは山の上に水があるという系で、これはだにゃ、物事がスムーズに進まずに思い悩むっていう状態を表す系なんだにゃ。で、物事が好転する兆しはあんまりなくって、自分だけでは解決できないぐらいの問題に遭遇しそうだよっていうことを言っているんだけれども、この駅経っていうのには大人を見るによろしという言葉があって、大人っていうのは、まあ、つまり目上の人のことなんだけれども、親であったり上司であったり教師であったり、まあ、そういった有識者や実力者の意見を従順に聞き入れることが大切だよって言ってるんだにゃ。相手に言ってんのかにゃって感じもするんだけれども、
自分の立場をわきまえて傲慢な態度は最悪な結果を生み出すよということを言っているんだにゃ。まあここでなんか上司出てくるし、お前さんもちょっと上司的っぽいような立場なのかにゃとかって思うんだけれども、まあそうじゃなかったら、まあ優しい彼女、優しい奥さん、うん、この人はなんかお前さんの、まあ、親とか、まあ、そういう感じにも見えるし、さらなる上司っていう風にも見えるんだにゃ。でまあ、仕事においては、まあ、困難とか障害に阻まれて一向に前へ進む気配ではないんだにゃ。で困難とか障害を取り除く対策もなかなかなくって、ここはじっと耐え忍ぶという時期なんだにゃ。まあそう言って駅の神様が言ってるんだけれども、運気が回復するのを待つしかないらしいにゃ。その間に問題点を整理して上司とか先輩とか迅速に報告相談をするといいよって言ってるんだにゃ。一人だけで問題を抱えていると問題をより大きくしてしまうよってことを言ってるんだにゃ。で、まあ、恋愛関係で見ている人はまあいろいろなトラブルに見舞われそうだにゃって言ってるんだにゃ。お互いのタイミングが合わなかったりとか悪い条件が重なったりして心が離れてしまいそうな感じになるんだけれども、今まで気づかなかった苦手な部分とかも見えてくるかもしれないよって言ってて、離れたくない相手であれば信頼できる人の助言であったりとか助けみたいなものをお願いしましょうっていうことを言ってるんだにゃ。この参考のところをペロッと裏返すと水地比という毛になって、まあ一段階またアドバイス的なことも読めるんだけれども、まあこれは幸運の毛なんだね。で水地比の水地っていうのは地上に流れる川を表していて、その川の水を求めて様々な生き物が集まってくるという毛なんだけれども、これが人間であれば親しみを持って助け合ったりとかすることがいい人間関係や運気を作り上げるよっていうことを言ってるんだね。そのためには自分自身を理解して素敵な自分を形成することが大切で、そうすることでいい友人だったり味方だったり協力者などが得られ、さらにいい人間関係や運気を手に入れることも可能になるんだってにゃ。で一方では川の水、まあ利益なんだけれども、そういったものを求めて自分の周囲に良くない人たちも集まってくるものなので、まあこういう人たちとは関わりを持つと強になるのは分かっているとは思うんだけれども、まずは自分がなりたい姿を想像しながら日々精進して良くない人や物を近づけないようにすれば幸運になるよっていうことを言ってるにゃ。以上が D の人のリーディングだったにゃ。はい、ではこちら C のキリンを選ばれた方、もしくはこちらのストレイキャットタロットを選ばれた方、 C を選んだ人の勝手な男っていうのは悪運がめちゃめちゃ強いのか、仕事にしても恋愛にしても家庭にしてもいずれにしても一旦この状況からお前さんが退くことを考えた方が被害を被らなくても済みそうな感じがするんだにゃ。まあ仕事で言えば起伏の激しい上司だったり、しかも嘘つき、信用できない。恋愛に関しても束縛するっていうか、勝手極まりない感じだし、家庭にしても浮気性気味だし、制裁どころか協力もしない。最悪って感じなんだにゃ。まあヘキサグラムのスプレッドで、相手主軸で出してあるので、ルノルマンとタロットで見てみるにゃ。まず相手の気持ち的部分から、カップのキングの逆位置とヘビが出ているにゃ。もうこれ信用したくない男のダントツ1位っていう感じだにゃ。まあヘビって、まあ、困難とかややこしいとかっていうことも示したりとかするんだけれどもまあ人物的に見るとプライド高かったりとか嫉妬深かったりとか妬んだりとか、まあ、裏切ったりっていうか、もうまさに欺瞞がいっぱいって感じなんだにゃ。でカップのキングもこれ正位置じゃなくて逆位置だと、もう本当にペテン師とか嘘つきの代表格のカードになるんだけれども、まあ、信用できない男っていうかうさんくさいっていうか、もうバレなければ大丈夫って思うような感じの男、なんか浮気性だし気まぐれ上司だしっていうような感じで、自己管理ができずに一喜一憂しやすいような面もありながらも、寂しがり屋で依存体質みたいな困った人だにゃ、本当に。でお前さんはペンタクルの8の逆位置
と庭園のカードが出ているんだにゃ。まあ、庭園って団体とかグループとか、まあ、社会的なことを示すんだけれども、まあこれは会社とも読めるし家庭とも読めるんだけれども、まあ面倒なことはもう避けたいと思ってると思うんだね、お前さん。でイライラしたりとかもしてると思うし、集中力も低下してるんじゃないのかにゃと思ったにゃ。まあ全てはこいつのせいって感じがするのかにゃ。で過去から見ていくと、まあ相手の過去だにゃ、ワンドの9の正位置と手紙が出ているんだにゃ。まあ、手紙っていいお知らせか悪いお知らせかっていうのは、まあ見てみないとわからないっていう感じなんだけれども、同じような失敗みたいなものをしたくないので、この勝手な男っていうのは、まあ過去からビクビクして警戒していたっていうか、まあとにかく疑いやすいっていうような部分があるんだにゃ。でまあそういったような、なんかお知らせを受けたのか連絡を受けたのかなんか知らないけど、まあ、とにかく警戒していましたよっていう感じなんだよね。もしくはいい意味で言うと準備はできているんだけど、あと一歩ちょっと踏み出せないような、そんな感じだったのかなと思ったにゃ。現在なんだけれども、ソードの10の逆位置とコウノトリが出ているんだにゃ。コウノトリって改善っていう感じの意味なんだけれども、このソードの10も逆に出ると最悪の状態は終わって少しずつ回復していくよっていう意味があるんだね。でもちょっと一時しのぎ的、まあ一時しのぎだから悪い妄想もしやすいし、この人ミスも認めないし、場当たり的な対応とかをしてるんじゃないのかなって思うんだね。まあ、古い環境にまだまだちょっとしがみついてる部分はあると思うんだね。で近未来なんだけれども、ペンタクルのキングの逆位置と雲が出ているんだにゃ。まあ気分は晴れなくてモヤ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 している。まあ過去から現在そして未来までなんかずっとそんな感じだにゃ。でまあこれ逆に出るともうすげえケチ男、執着して頑固な男って感じなんだにゃ。まあ、所有欲も強いし、でお仕事で見ているような相手とすると、まあ、この人スキルみたいな技術みたいなものを持っていても活かせないし、まあ、目先のことにとらわれてすごい押し付けがましいと思うんだにゃ。まあ、恋愛関係で見ているような人は面白みもないし、もう関係経過ずるずる続くし、考えが甘いので持っているものを失いやすいっていう感じなんだにゃ。で最終的にこの人どうなるのかっていうと、ペンタクルの3の逆位置と騎士が出ているんだにゃ。まあこの騎士っていうのはその相手の男のことだと思うんだけれども、まあ恋愛家庭で見ているような感じの人はうだつの上がらない関係が続いていくし、もうこれ正位置だと協力するっていう意味はあるんだけれども、協力しない、まあそんな感じの男なんだにゃ。もしくはあなたに協力者がいない、っていうのも考えられるんだね。でもう目も出ないしミスも連発するし、業績も低迷するし、信用もされないし、手抜きも発覚するかもしれないしっていう感じで、まあこの騎士っていうのはまあ馬が関連しているから、まあ足並みも揃わずに計画通りに進まないと思うんだね、この人がやろうとしていること。でこの人のまあ欠点、対策のとこなんだけど、こいつに対策読んでも仕方ないので欠点として読むと、アップの6の正位置と狐が出ているんだにゃ。もう狐はもう嘘つきとか策略家、まあ、賢いっていう意味もあるんだけれども、もうここでカップのキングの逆が出ている時点でもうずるい人っていう感じなんだにゃ。もう打算だらけ、大切なことも忘れているし、なんか家族関係で問題があるっていうことを物語っていると思うんだにゃ。そしてお前さんへのアドバイスは駅の方でサイコロを振って出したんだけれども、天山トンというのの2個が出たんだにゃ。山の上に天があるという気なんだけれども、まあこの天山トンのトンっていうのは、まあ退却するとか逃げるとか隠れるっていう意味があって、まあ、ひとまず退くことで難から逃れることができるよっていう意味なんだにゃ。で退く際にも、まあ、周囲に迷惑をかけないようにすることが肝心だよっていうことを言っていて、まあ、勇気を持って退くことができるかできないかでその後のお前さんの人生に大きな差が出るよっていうことを言ってるんだにゃ。で
この木が出た時には内部に問題を含んでいることもあって、周りの協力を得られずに厳しい状況に置かれるかもよっていうことを駅の神様は言ってるんだにゃ。で、仕事で、まあ、細かく見ていくとトラブルが発生したりとかして、なかなか思うように進みにくいっていう感じで、一旦やっぱり中止したりとか撤退したりとか撤収することを考えた方がいいよって言ってて、もうむちゃくちゃなゴリ押しみたいな感じで進めることはやめた方がいいよっていうことなんだね。うまくいくかいかないかっていう原因は内部にあるみたいで、もう一度仕事のあり方を見直した方がいいらしいにゃ。もうさもなければお前さんが責任を取らされて左遷とか降格の可能性もあるよっていう怖いこと言ってるんだにゃ。で、まあカップル、まあ、恋愛とか家庭で見ているような人は、もし今のその勝手な相手と別れたいのだったら、別れたいならすごくいい時期なんだってにゃ。で、今ならうまく別れることができるらしいんだけれども、まあ続けたいっていう人は今がまさに倦怠期みたいな感じなので、今は無理して一緒に過ごさなくても少し距離を取ってみた方がいいって神様の方は言ってるにゃ。二項のところをくるっと裏返すと裏アドバイスみたいな感じに なるんだけれども、天風光っていう気になるんだにゃ。予期しないことへの遭遇によってハプニングを表す気なんだにゃ。うん、この意外な出来事っていうのはいいことも悪いこともあるんだけれども、どっちかっていうと良くないことの方が多いんだにゃ。で、仕事ではまあ女の人に関してはめちゃめちゃいい気なんだにゃ。うん、で、カップル系に関しては結構カカア殿下になりやすいっていうか、うん、まあ、女性がリードするっていうような形になりがちなんだけれども、我を通すと喧嘩になっちゃうので気をつけてねって言ってるんだにゃ。まあ、まとめると、ダメな時はきっぱりお前さんも割り切って進んでいただくと新しい風が吹いてくるよっていうことを言ってるんだにゃ。以上が C の方のリーディングだったにゃ。ほい、以上が勝手な男への制裁因果応報だったにゃ。今後もこういった闇的深掘りリーディングをちょくちょく行っていく予定なので、よかったらチャンネル登録をよろしく頼むにゃ。この後オイラの実写版おまけ猫動画もあるので見てくれにゃ。